子供にみかんを配るとき、1人に3個ずつ配ると 29% 余り、1人に5個ずつ配ると、1人分足りないちょっとマーカーで塗ってください。こう具体的に言うと何個足りないってことですか？そうですか？何個ずつ配ったときに1人分足りないって書いてありますか？5個ずつやろ？中古とは1人分中は何個ですか？5個足りないってことですね、結局。そういうことでしょ？だからそこの1人分のところを5個って書いてください。いいですか？じゃあ行きますよ。何をよく置いたらいいでしょう？当然、聞かれたものより。そう、子供の人数をよく置きます。ね、子供の人数を X と置きますよ。X 人数を置く。まずここからスタートですね。方程式解くときは、文章問題解くときは、これちゃんと何を X にしますよって書かないかったね。ですか？さあ、行きます。X2 に3個ずつ配ったら何個配ったことになるでしょう？ X2 に3個ずつ配ったら何個配ったことになりますか？ 29。 いや、X2 に1人3個ずつ何個配ったことになる？具体的な数字じゃない、 X を使ってます。あれ、これでいっちゃない？1人3個ずつで X2 に配ってるね。で、これ配り終わったら余ってました。余っちゃうということは多いですか少ないですか？多い。で、足せばいいよね。じゃあこれは何を表してますか？配った数と余った数を足したということは、これみかんの個数を表してます。そういうことでしょ。じゃあ今度5個ずつ配りますね。5個ずつ X2 に配ります。丁寧に書こうか。ただ、一人分足りない。足りない件、マイナス。少ない。これも同じく、みかんの数。ですね。で、イコールが結んだらですね。実はね、ここは教え方がもう一つ、別の教え方があって、結局、X-1 人に配ったっち言ってもいいと思う。最後の一人だけもらえなかったんや。じゃあ、配った人数は X-1 人。ぜひ、自分のいい方でいいです。今回と違うんです。普通、多分こっちで教えるんでしょう。けど、まあ、これでもいいっちゃいいんで、配ろうと思った数より、一人分5個足りなかったって言ったら、それはいいので、分配したら同じになるけどね。どっちがいいち。はい、ということでした。みかん、みかんの数を見つけなさいって言われても、人数を X2 に置いて解きます。基本的に。ですか？ですね。本当にね、もっともっと取らせたいの、あんたたちは。本当。ほいで、オール、9科目よ、平均の。オール4で、過保は台に乗ってきます。ですね。今、過保、レベルが下がっちゃうとね、その通知が結構悪くても入れるってね、ちょっとそれはあんまり言いたくないんで、一応オール4で入る高校だっち、昔は言われた。で、東は半分に4なんですよ。例えば5科目にしましょう。で、残りは3でも OK ですよ。ね、33なんですけど、まあ、今はもう31、2でも東は入れるけど、何が言いたかったかっていうとね、やっぱり顔とか東行きたいなっていう人はやっぱこれを絶対に取ってこないんです。もちろん体育でも何でも音楽でもいいので、これ取ればよ。ただ苦手な顔を、これ美術がめちゃ苦手だったんだよね。絵描いたら散々言われてね、一生懸命描くんやけど、いやこの絵は下手いですよ、言われて。で、はい、でもうどうしても俺偉そうに言えてるけど、美術がある限りオールもプレーになったっちゃうけどね。でもこれって平均したら4でしょ。得意な科目で5を取れば、もうめっちゃ最悪苦手な科目でも3で押さえておけば4になるわけですね。ですね。で、実は3ってさ、はっきり言ってほとんど触らん限り取れるわけよ。普通にしてたら3取れる。実は聞いたことあるかもしれんけど、1と5って少ないわけ、パーセンテージ。で、2と4がちょっと濃くなって、真ん中の3はめっちゃ多いと。
パーセンテージ的に。同じ比例配分でやるわけないな。だって5がめちゃくちゃおるわけないな、大体。ある程度5は何人ぐらいやろうかなっていうふうに決めてるわけ。例えばクラスで、まあ、4人ぐらいにやろうかなみたいな感じで。で、ずっと両端から取っていって真ん中余るっていう。今までは言われちゃったんですね。今は自由なんです。実はこれ0の人。今回のテストで5に当たる人はいない。絶対評価値になったんで、相対評価っていうのはクラスのパーセンテージで決めるわけ。何人5やって何人1やってって決まっちゃった。今は絶対評価やき、まあ例えばみんな成績良かったら1別につけんでいいわけ。ということです。はい。まあ、いろいろそれで弊害が起こってね、加護中学校に行くよう、あの、中高以下の加護じゃないですか。普通の加護中学校、加護町の加護中の人がね、めっちゃ成績いったよ、あの実力テスト中か、あの、研磨士中。あ、今年3年いいよ。偏差値65とかも、すごい人が出てきましたし、すごくいいです。面白すぎました。あ、あいつもそこら辺近かったな。一中のここやったけど、だいたい今週のそこら辺やったっす。はい。はいはい。60以上が6人おったき、なかなか。まあでも、俺は預かった中で一番良かったのは71でした。前も言っただろうけどね、福岡県2万5000人中の20番ですから。過去で20番とかになってるんですよ。2万5000人中の20番。要するに、周遊館とか、塔とか、筑紫ヶ丘とか、全部含めて20万円って。俺もこの話するときさ、2万5000人並べさせたら面白いっていつも思うよ。ドゥワーって2万5000人一列に並べて、20番とかポッチ自分持ってるじゃん。どんくらいすごいことか分かるし。もう後ろ見えんすよ。手振って見えんすよ。ね。だけ素材がいいんだから、素材いいんですよ、皆さん。ずっと俺、いいようでしょ俺、あんたたちにごまするような人間やないですよ。分かるでしょ何でも正直に言っちゃうから。ね。で、やっぱ鍛え方が足りんって。それは鍛えるじゃない。授業中に集中するだけでいいですから。もっと集中してください。もっとやれます。そして、絶対3を取らんで4に。それと。オール4を目標にですね。はい。注目です。そうそう。だからそこもなんとかこう工夫してですね。時間をかけるないよね。教科はね。まずね。それも、俺のちょっと出張やつが学校あんま行ってないで、長かったね。まあ内心し悪いなと。だから俺アドバイスの復興化頑張れ。復興化みんなしようなんて、復興化全部5で揃えたら点数全体的に上がるんで、やったんですよ。みんな復興化せんとさ、もう英語だ数学だばっかりするんですね。で、入試も OK だったんですよ。東が一番内申書厳しいんで、で東来たかったら、その、過去は内申書悪くても点が取ると高校なんです。一発勝負なんです、割と。で、東は内申書重視。内心者がある程度良くないと、そうなわけです。だから、そうやって、その延長線上に、いや、私、不教科、いやいや、キスタンキッズって、ほったらかしちゃったら、いけないんです。よく、俺のところに聞きに来るったら、いけますかって。やればいけるんです。やらんといけませんよ。自分でそういうふうに分析して、自分がこれ苦手、例えば歴史が苦手でした。でも、はっきり言って、使ったよね。で、するのが嫌ない。で、それで逃げてるわけ。ごめんね、言い方悪い。ない。だから、そこにやっぱ、若者らしくチャレンジしてほしいわけです。やって負けてほしいわけです。やらんで負けるし、なんと。戦ってください、ぜひ。ですね。で、あれはですね、もう一回最後にアドバイスすると、復興化はですね、大体、前の年のやつがそんなに出たりするときあるってね、特に一中とかバカごとね、効果ばっかり出すわけよ。効果、うん。あ、音楽です。うん、音楽ちょっと効果ばっかり書かせないと。あったあるよ。なんか1個間違えそう。毎回なんか効果出したりするよね。だけど、そんな情報がなかったら知らんよ、普通。やき、先輩のよかったらもらうんですよ。それで、教科は特に。はい。先輩のもらって、で、準備する。
ですか。ウグイス先生にくださいって言ったら、フェンスを一番高いんでしょ。俺、音楽毎回歌ってんの。そこです、そこです、そこです。まあ、そこからです。効果で寝ている方だったっけ。いいです、一生懸命やる。俺、見てる前から、こちらで来て。じゃあ、皆さん、自分でね、一生懸命やるべきことを決めてやりましょう。ですから、今度チャレンジしてください。はい。はい。やりましょう。終わります。おう新記録やっおめでとうございます。おはようございます。俺もあるし。大丈夫です。大丈夫です。ます。じゃあ、終わります。はい。はい。明日。ありがとうございます。近っぽい頑張りましょう。はい。